ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は西条市の牧場で暮らす飯尾さん家のワンちゃんを訪ねます。後半は昨年10月に一斉不妊去勢手術を実施した大洲市の青島にフランス国営放送の取材が来たというレポート、こうご期待。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げる、テローグループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。起きるの、起きるのね、5時早かった、4時半。でも寝るの早い。何時ですか？早かった、9時。9時いや、あのね、寝よう思って寝るのやって、気絶しとる、うん、気絶疲れきて。そうそうなるほど。この子たちは、まあ、もう一緒に寝るんですか？うん、だけど、2階で寝ようんですけど、うん、これがもうそろそろ階段を上がれんように。ジェイク何歳って言ったんですか？ジェイクが12歳、3歳、うん、13歳かな。ユンジロー。ユンジロー、声かわいいや。あの、紐またいてますよ。銀次郎、紐またいでますよ。綺麗な子だね。ヤギはおるわ、ワンちゃんおるわ。何があと？あと、ニワトリ、ウコッケ、カモ、ホロホロドリ、あと、猫。猫。すごい。ぐらいですか？ぐらいって十分だと思うんですけど、何年ぐらい前から？もうここに来て5年ぐらい。で、はい、まあちょっと趣味が高じて、高じすぎじゃないですか。そうですね。ちょっともうじゃあ本当に世話だけで朝から晩までかかりますよね。もう朝、そうですね、5時ぐらいから仕事から帰って、まあ6時7時までとか。仕事は別にも持ってらっしゃる。まあ別で、あ、これあくまでも趣味ですから。いや。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても、息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、
松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。あの卵であったり例えばまあお肉であったりも自給自足的な。そうです ねもうまあ生き物をこうね育てながらまた生き物に助けてもらいながら自給自足半自給自足みたいな、まあ災害があった時とかは、なんとか自分で生きていけるかな。疎開させてください。あもう いくらでもありがとうございます、はい、今日はお客さんを私泉栄さんを連れてきましたケアドッグ協会の、はいはい、今日ご覧になっていかがですか。もう素晴らしいとしか、はい、言いようがないですね。もうすごいスケールも大きいししていることもすごいし、みんながこう何本当に自然で自由で羨ましいなと思ってますけど、でもこれを維持するのはすごい大変じゃないかなと思ってます。どうですか。まあ趣味の範囲ですからレベルがちょっと趣味のレベルがすごいですねめっちゃ犬がそっち行ってるんですけど、これはやっぱりどういう、寄っていく人と行かない人のこれ違いは何だ。なんかあるんですかね。犬に慣れてらっしゃるからっていうのもね あると思いますが、種類は何という、ボーダーコリー。ボーダーコリー牧羊犬ですよね。あ、僕牧場されるからということで、ではなくて、ヤギより先にボーダーコリーをが来て、はい、もともとはドッグスポーツとかアジリティとかそういうのしたくて飼い始めて、同じボーダーコリーちゃんでも性格とか動きが全く違うんですね、まあ、このジェイクはもうおとなしくて癒される、でこっちのアズキはもうまさに牧羊犬の感じで、例えば夜ねスイカ畑のとこにハクビシンとか出てくるんですよ。山だからね。そうそう。たら夜ちょっと見回りに行った時にやっぱ追われるんですよね。へえ。追っかけてくれる。そう。何個かスイカ被害にあったけど、けどハクビシン追いかけてたらもうそれから被害なくなったんでお仕事してくれてる。泉さんどうですか、こういう飼い方っていうのもあるんだなと。これがまあ本来の姿ですよね、ワーキングドッグでね。すごいやっぱ自然でこうフリーでストレスもなく、これがまあ一番自然でね、だからこういう穏やかに、優しい性格にこうなっていくのかなと思いますね。ヤギとか猫ちゃんとも仲良くできるんですね。何ですか、そのハクビシンを追えるとか、と違っていつも一緒にいる仲間いうかそういう区別はつくみたいで、ずっとヤギもいるし鶏、まあ鶏も追えないし、だからやっぱりそういう見極めいうのやっぱりボーダーコリーってそういう理解能力いうのが牧羊犬だけに。飯尾さんの後すごくついてきて、どんな存在ですか、あずきちゃんとジェイクちゃんって。常に生活している仲間というかお互いですよね。お互い、まあ食べ物とかはこう提供するけど、でも逆にこうそうハクビシンを追いかけたりとか助けてもらってる部分、あとこう結構お客さん来たりするけど、そういう人たちに優しく接してくれるとか、そういうふうな部分、営業部門、まあ営業ですよね自分の犬は大丈夫よ言っても人にはこうちょっと警戒したりとか危害加え、まあ危害まではいかんけど警戒したりする場合もあるけど、あずきとジェイクはもう本当に誰が来ても
優しく接してくれる。でも本当優しいですよね、この子たちは。坂井さん、そういうものなんですかね。そうですね。あ、このワンちゃんの特質っていうものなんですか、それとも、まあ、そのワンちゃんがね、やっぱり人を癒してくれるって、まあ、セラピー活動なんかでもそうですけど、やっぱりこう人対人じゃない部分がすごいなんかこう癒されますよね。もう目を見て尻尾振ってくれるだけでね、やっぱり、うん、ほっとするし、こう和むというか、和み方が違いますよね。やっぱ初対面で会って話すよりこうね、すごい歓迎されて尻尾振ってこうやって甘えてもらえると、本当心からね癒されますよね、はい。この優しいジェイクちゃん、あずきちゃんの飼い主さんとしてね見るという、優しい人なのかなと思っちゃいますよね。それはどうかちょっとわからないけど、やっぱりね、なかなか最近だったら犬飼えない事情とか、動物飼えない事情の家庭もあるんで、そして接したことない子供たちが来た時に、やっぱり怖がったりする。で、このあずきとかジェイクが尻尾振って寄っていって、当然噛みついたりとかそんなもしないから、最初は怖がってるけど、だん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 触れるようになって、接せるようになって、言っていうなんで、動物が犬が大丈夫になるとか、まあ当然接し方とかそういうふうなんはまたね、教えてあげていかんと、やっぱり犬の方もこう接し方によったら怖がる場合もあるから、そういうなんでね、勉強になる子供たちにも、で動物をこう可愛がるとかそういう風なんもできるようになったらまたね、いいんじゃないんですかね。ジェイクとアズキはもう間違いなく最後まで、まあ僕は誰が最後まで見てくれるかわからないけどまあとにかく犬たちは、はい、動物たちはちょっと最後まで面倒を見てあげるつもりで頑張っていきます。このワンちゃんたちの元気の秘訣ってどういうとこですか？うちで飼ってるコッケの卵を毎日あげて、でまあここ走り回ってっていうのが、自然と栄養とストレスなしで生きれるような環境じゃないですか。今テレビを見てるワンちゃん相当羨ましがってると思いますよ、ね、そうですね。僕ちょっとこういう山で寂しいんですけど一人で動物第一で、そうですね。でもそれを見る飯尾さんも幸せだからね。そう思ってもらえたら日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。ネコワン散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。
大洲市長浜の青島行きフェリー乗り場、たくさんの猫が住む島として世界的に有名になりました。動物基金の皆さんです。青島の一斉 TNR 以来またこんなに近くにお会いできるとは感激です。はい、ちょうど昨年の10月で行いまして6ヶ月経ちましたので、はい、その後どうなっているのかということで事後調査に来ました。そんなことされてるんですか。はい、手術して終わりじゃないんですね。やはりですね、私どもの TNR というのはすぐやる、全部やる、続けるという、この続ける部分が大切なので、まだ手術を前回できなかった子も今回2頭捕獲できましたし、はい、それも続けて手術に回したいと思います。はい、10、11、12、12、まあ、半年経ってご覧になってみていかがでしたか。猫の健康状態はすごく良くなってましたね。どう変わってました。当時はガリガリに痩せてたり、怪我をしてたりしてた子がいたんですけども、まあほとんどの子は丸々太って、性格もすごく優しく前よりもなって、すごく平和な島になったと思います。地元の方ともお話しされたんですか。はい、青島の方に事後調査に来ています。貝本さん、その後猫の様子どうですか。はい、皆さん元気で寒い冬を越えました。はい、大丈夫です。これから暖かくなりましたので、はい、なんか猫ちゃんみんなちょっとそうですね、やっぱり食欲旺盛で、はい、いつもよりはたくさん食べますよ。久しぶりという、ね、すごく喜んでくださって、それとやはり匂いがなくなったことをすごく喜ばれてました。匂いっていうのはマーキングの匂いが減ったっていうことで、オス猫のシャーっていうやつが、シャーっていうやつなんです。あれ臭いんですよね。すごく臭かったんですけど、今回行くと本当に匂いが少なくなっていて、まあ、それが喜ばれてました。いろんな変化があるんですね。で、今回私行って嬉しかったのが、子猫が1匹もいなかったんですね。そう、もう時期ですよね。そうなんです、繁殖の。前回はボランティアさんがたくさん連れて帰って里親探しして大変だったんです。病気の子も多くて、でも今回ゼロ匹、まあ、当然なんですけどそれは正直嬉しかったです、ね、これ島の人たちもほっとしてるんでしょうね。やはりお世話されてる方が子猫の亡骸を埋めるのがすごく辛かったと、それがしなくて良くなったし嬉しいって言ってました。今回初青島に来られた西田さん、どんなご感想をお持ちですか。はい、私がこんなに猫密度が高い島に来たのはもう初めてで、やっぱり猫の多さに圧倒されました。この密度の高い猫ちゃんたちを手術したと聞いてどうですか。普通じゃできないですねやっぱり根気がいると思います。今回取材、フランス国営テレビの取材を現地でも、ね、皆さん受けられたという、はい、どんな様子だったんですか、はい、どんなことが行われてたんですか。フランスでは何度か青島のことが報道されてて、でもっときっちりとした番組で取材したいということで、実際に猫の楽園というふうに最初フランスでも数年前に紹介されたみたいなんですけれども、その実態はそうでもなかったという、やはり手術の必要性というのを今回の取材で強く感じていただけたかとは思います。なるほど。悦子さんは今回のフランス国営テレビさんの取材で何かお感じになったことはありますか。猫問題っていうのが近年日本でも常に大きく取り上げられていますけれども、世界中も同じようなことが起きているっていうことは聞きました。例えば多頭飼育崩壊、それからやっぱり捨て猫問題で、手術をどう広げていくか、同じようなことです。だから日本が特別悪くもなくということで、ただやはりこれだけ大掛かりな TNR をしているっていうのはあまり聞いたことがないっていうふうに聞きました。
そうおっしゃってたんですか。はい。オフランスでも。オフランスでも。はい。フランス国営のテレビ局ということで、わざわざ長浜までどういった理由で来ていただいたんでしょうか。J'aimerais bien vous demander la raison pour laquelle vous êtes venu ici jusqu'à Nagahama。Alors dans la presse française, on a lu quelques articles sur la présence, la forte présence de chats sur l'île d'Aoshima, mais assez peu de reportages. フランスのメディアの中でいくつか短い記事がですね、この青島についてあったんですけれども、ちゃんとした長いレポルタージュっていうのはなかったので、実際に現場に足を運んで実際どういった場所なのか、あと島民の方がどういうふうに生活していらっしゃるかを、取材したかったということです。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、どういった印象をお持ちですか、今日来られてみて。C'est quoi vos impressions sur l'île aujourd'hui? Alors, plus que la forte présence de chats, ce qui marque le plus, c'est le dépeuplement, le fait qu'il y ait vraiment très, très peu d'habitants, et c'est assez représentatif, je pense, de la situation au Japon. Neko もそうなんですけど、それ以上に印象的だったのがやっぱり過疎の実態ですね。やはり見て結構びっくりしましたと。で、しかも日本中が過疎に悩んでる地域いっぱいあるわけで、ある意味で日本の問題をの縮図のような島だなと思いました。フランスの人たちにどういうふうにお伝えしていただけますか。Comment vous allez raconter cette histoire en français? Alors, on va raconter cette histoire à travers l'interview qu'on a faite d'une habitante et de l'association qui s'occupe de stériliser ces chats, mais on se rendra aussi peut-être sur une autre île aux chats au Japon.で住民の方と猫の避妊、去勢手術に関わられた NPO の方に取材をしたんですけれども、その方以外にもですね、もしかしたらもう一個猫の島と呼ばれているところを日本で取材するかもしれないです。どういった問題を抱えていると猫に関してはお感じになったでしょうか。最後に教えてください。Sur les chats, en fait, qu'est-ce qu'ils ont comme problème?Oui, alors on remarque que beaucoup de chats sont très affaiblis, maigres. Il y en a d'autres qui ont des blessures au visage et ça fait beaucoup de peine de les voir comme ça. Ça fait beaucoup de mal de les voir comme ça. そういう猫を見るのは結構心が痛むという。はい、言ってます。フランスではこういった問題は起きてないんですか。Est-ce que vous avez pas des problèmes similaires en France? Alors, pas que je sache. Non, il n'y a pas de forte présence de chats comme ça dans un lieu restreint, non. こういった狭い地域に猫の、がいっぱいいるという状況はあまりフランスじゃないように私の知ってる限りは思います。不妊去勢手術ってのは普及してるんですか。Est-ce que c'est courant en France de stériliser les chats comme ça?Alors, je crois que oui, ça arrive assez souvent de stériliser les chats. D'accord. まだまだ日本の遅れを感じられたっていうことですかね、正直。Est-ce que vous avez ressenti que le Japon a pris du retard vis-à-vis de la situation en France? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie conscience animale et les personnes qu'on a rencontrées, les membres de l'association, mais aussi l'habitante sur place.Semble vraiment touché par la situation de ces chats et donc les Japonais pour l'instant à qui on a parlé de ce sujet-là semblaient vraiment touchés et concernés par ce problème. この問題に関しては取材した方もそうですし、島民の方もすごく猫のことをいろいろ真面目に考えていて、しっかりと対応しているようだなというふうには感じました。ありがとうございます。ぜひ取材した番組を見てみたいんですが。
日本からは無理ですかね。Est-ce que c'est possible de regarder votre reportage enfin, depuis le Japon? Oui, bien sûr, on l'enverra. どうやって？あの、インターネットリンクを送ると申します。本当ですか？ぜひ教えてください。メルシーボーク。メルシー。またありがとうございます。もう一回来てください。ありがとうございます。Thank you. Thank you. ありがとうございます。Voilà. では、ゴーンさんの取材に行ってらっしゃい。メルシーボーク。メルシーボーク。あの今日本はもちろんですが世界からもいろいろお客さんが訪れる青島ですけれどもどんな島であってほしいなと皆さん思われるでしょうか。まあそうですね、やっぱりもうこれだけ世界中のお手本になるあのというか世界から注目されててあの世界の猫島のお手本になるような本当の意味での猫の楽園になってくれることを祈ってます。エスコさんいかがですか。同じくです、はい、西田さんは、はい、そうですね、穏やかに猫も人も過ごしてほしいと思ってます。動物基金さんこれからももう全国規模で活躍されていらっしゃいますが一つ猫ちゃんたち動物たちのために、はい、引き続き猫代表としてよろしくお願いします、はい、日本中走り回りたいと思います猫のために。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。猫ワン。寒い日や雨の日車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワンを応援しています。猫ワン。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか。建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。猫ワン、そろそろお別れだよ。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見て